ヤオコーキッチンのトヨタです、えー、スパゲティプタネスカイタリアのナポリの伝統的なスパゲティを作らせていただきます材料はこちらですアンチョビと、えー、オリーブそしてトマトソースオリーブオイルとスパゲティこれまず一つ普通と違いますのはスパゲティのゆで鍋を使いません、えー、フライパンに、えー、お水を今日は2人前 スパゲティで160グラムの二人前で作らせていただきますが二人前でしたら私は450ミリリットルぐらいの、えー、お湯をお勧めしますこのお水をフライパンに入れてしまいますそしてフライパンの中にお水の中にアンチョビですアンチョビを入れてしまいますアンチョビは、えー、このシチリアの アスプラというとてもイワシで有名な、えー、町なんですがシチリアにパレルモという大きな町がありましてその町の少し東にある漁港の町でとれたイワシを使ったアンチョビですそしてこのあと、えー、ケイパ、えー今日は酢漬けのものを使ってますが割と塩漬けのものがあればそれが一番いいんです続いて このオリーブですオリーブは、えー、まな板の上で、えー、これをつぶして使うんですねで、2人前ですと10個ぐらいをおすすめしますこんなまな板の上で包丁のせでぐいぐいつぶしていっちゃってください種がないの方がい,いいと思えばこれをこのままこんな風に 種を取り除いてしまえばいいんですけど、なかなかそれも大変です。で、これ潰す理由は、えー、その方が味がしっかり出てくるからです。この料理、実はお塩を使わないんです。塩を使わないで、このオリーブの塩漬けのオリーブから出た塩分と、えー、アンチョビから出た塩分、それだけで、えー、スパゲッティを茹でるんです。しばらくお湯が沸くのを待ちます。 先ほど、えー、アンチョビ、ケーパー、オリーブを入れたフライパンの中の水が沸騰し始めましたこれからここにスパゲッティ1.6ミリのスパゲッティを、えー、160グラム入れます今回はフライパンなんで大きいですからわざと折らないで入れますもちろん折った方が食べやすい方がいらっしゃれば半分に折って入れてくださいこれを本来茹で時間7分なんですが今から6分だけ茹でます このまま、えー、よく急いで全体をお湯に浸そうとする方が多いんですけれどもしばらくこのままほっといてい大丈夫ですちょっとだけ置いとくうちにこれがだんだん下から柔らかくなって簡単にお湯の中に入るようになります。でこのお湯の中で、えー、じっくりとなんですけど実はじゃあ下だけ柔らかくなるんじゃないですかとか言われるんですけど。 実はこれもう湯でが上がってますからそんなに気にならないです。スパゲティを入れてしばらくしたらこう柔らかくなってきます。それで初めてこれお箸でもいいんですがねこんな風に軽く曲げながら全体がえお湯の中に浸るようなイメージでそんなに焦らなくて大丈夫です。こんな風に入れていってください。イタリアの家庭料理 1つ目が、えー、あまりいろいろな材料を用意しなくていいこともう何種類も何種類もあれも用意してこれも用意してというのは家庭料理には向いてない2つ目があまり珍しいものを使わないこと簡単に手に入らないもので家庭料理を作ってもそれはいつも作れないでしょうってことです3つ目があまり高価なものを使わない 毎日使ってもいいような手頃な価格のもので作れないと家庭料理とは言えませんよそしてあまり時間がかからないことそれが4つ目なんですがあまり時間がかからないということは使う調理道具や、えー、後片付けもできるだけ楽な方が料理というのは調理時間だけが時間じゃないんですでそして5つ目に体に悪いのをできるだけ使わない例えば今はどん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  油や塩分を控える料理がイタリアの家庭料理として中心になっていますこの料理そういう意味ではフライパン一つで手軽にできるとてもイタリアの家庭料理の5つのポイントにぴったりの料理だと思います茹で時間がだいぶ過ぎてきてスパゲティがだいぶ柔らかくなってます今この茹で湯はアンチョビが溶けてケイパーの味も馴染んでオリーブからの 緑のののオオリーブなならではの独特な味とイイル分もフライパンの中に入ってます何も味付けなくていいのかと言われると思うんですがこれぐらい水分が少なくなってからここにトマトソースを入れますいつも使っているこのオペラのトマトソースとてもシンプルでトマトの身も大きくてとてもおいしいトマトソースこれを今回の場合2人前ですから。 スプーンにたっぷり四杯お好みでトマトの味が強い方が好きな人だったら六杯ぐらい入れてもいいかもしれません。今私はトマトソースを使いましたけど人によってはここで唐辛子の効いたアラビアタソースを使う方もいますこればっかりはお好みです実は僕は普段は唐辛子が効いた方が好きですで、このトマトソースをどん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 さらに煮詰めていって この料理はこの水分余計な水分がなくなったらそれで完成なんですだいぶ煮詰まってきましたこれでちょうど先ほどお話した6分の茹で時間が過ぎましたこのタイミングでえ一旦えお湯このスパゲティの茹で加減を1本ぐらい味見してみてくださいで、もしもまだ硬いなと思われるならほんの少しだけ水を足してください たすりうとしてはお玉一1杯分ぐらい 50cc ぐらいがちょうど、えー、調整しやすいです。でもう一度火にかけて全体のこの水分が、えー、無駄な水分が残らなくなったなと思うぐらいまでよく詰めていってください。でこの最後に、えー、スパゲッティから出てくる小麦粉が全体に粘り気をつけてくれます。もう少し この水分がなくなくるぐらいででで完成ですすでは盛り付けますスパゲッティをまずはしっかりアンチョビやケーパーの香りを含んだスパゲティですがまずはスパゲッティを盛り付けてその後でフライパンの底にあるソースアンチョビやケーパーをしっかり含んだソースと このオリーブの実を上に乗っけてくださいこんな感じですそしてこのソースをかけてやってくださいその上から最後に仕上げのエクストラバージンオリーブオイルをかけますちょうど一人前で大さじ1杯ぐらい これはトスカーナのオレアリアキャンティキャンティ地方のエクストラバージンオリーブオイルですとても風味があって美味しいですスパゲティプッタネスカこれで完成ですこの料理には実はこれは北のワインなんですけど、えー、ソアベクラシコ、えー、ソアベという、えー、イタリアを代表する白ワインの中でもちょっとだけ高級な、えー、ある一番美味しい産地という場所でだけ取れた えー、ソアベのクラシコというすっきりしてるんですけどちょっとコクがある白ワインアンチョビの味と非常にマッチすると思いますスパゲティプッタネスカ、えー、フライパン1つだけで作る手軽な料理ですしかしとてもアンチョビの味が麺に染み込んだおいしい料理です是非お試しください